オリックス銀行株式会社は東京都に本店を置くオリックス産家の銀行である。信託業務を建営。主力商品はインターネット専用定期預金、イーダイレクト預金、カードローン、投資用不動産ローン。元は山市証券の信託士会社であったが、山市証券の自主廃業によりオリックスに譲渡された。1998年にオリックスグループ入りして、 以来、既存の銀行のあり方にとらわれずに事業を展開。預金業務では、インターネットや電話などを通じた取引を中心とすることで、運営費を抑え、高水準の預金金利を提供。また、特定分野に強みを発揮する銀行として、投資用不動産ローンや、カードローン、信託商品や、投資信託など、人生における、貯める、増やす、備える。 借りるそれぞれのシーンで利用可能な商品やサービスを提供。店舗はないが出張所にあたるローンプラザがある。2018年4月に初のコンサル型友人店舗オリックスバンク銀座プラザを開設。2020年3月期決算においては当期準利益は前期比8%増の180億円。11期連続で増益を達成し、7期連続で過去。 最高益を更新した。e ダイレクト預金キャッシュカードや通帳、少々発行しないインターネット取引、専用預金である。e ダイレクト定期預金インターネットバンキング版の定期預金。事前に同時開設される自分名義の e ダイレクト普通預金に資金を振り込み、そこからインターネットバンキングを利用して振り替え操作を行うことで定期預金を預け入れる。6ヶ月。 1>, 1年、2年、3年、5年の預け入れ期間を選択可能。e ダイレクト2週間定期、預金インターネットバンキング版の定期預金。事前に同時解説される自分名義の e ダイレクト普通預金に資金を振り込み、そこからインターネットバンキングを利用して振り替え操作を行うことで定期預金を預け入れる。2週間で満期が到来する。 イーダイレクト普通預金本店に開設される普通預金講座。本来は定期預金であるイーダイレクト預金を振り返るためのプール講座であるが、一般の銀行の貯蓄預金のように毎月利息が入る点が特徴。ダイレクト預金郵送手続きにより作成する定期預金であり、預金証書が発行される。取引経路をダイレクトバンキングに限定した預金であるため、 通販型定期預金と謳っている。e ダイレクト金銭信託インターネット取引に特化した貸付金運用型金銭信託。投資家から集めた資金を企業への貸付金として運用する。資金の貸付先は1回の募集ごとに1社に限られ、貸付先の会社名を商品に明記しているのが最大の特徴である。貸付先はソフトバンクグループ。 Z ホールディングスなど、簡単相続信託委託者から預かった資金を管理、運用し、相続が発生した際に、あらかじめ指定した受取人に一括して支払う、商品。相続が発生するまでは、年1回収益金が支払われる。通販型遺言代用信託と謳っている。2019年4月、自治体への依存を目的とした、依存寄付特約の取扱いを開始。 委託会社が設定する隠し投資信託を販売している。東京、名古屋、大阪、福岡の4カ所に対面拠点の住宅ローンプラザがある。不動産投資ローン購入する投資用不動産を担保として、賃貸を目的とした投資用不動産の購入、借り換えなどに利用できるローン。不動産担保ローン所有する不動産を担保として、海外不動産や別荘。 太陽光パネルの購入資金などに利用できるローン。利用限度額以内であれば、必要な時に必要な金額を何度でも借りられる。使い道自由なローン。借り入れや返済は、全国の定型 ATM で利用可能。社名変更のご挨拶。オリックス銀行。 https://www.orixbank.co.jp スラッシュニュースアーカイブ 111001html2019 年4月6日閲覧 e ダイレクト金先進宅新発売オリックス銀行 h t t p s w w w o r i x c o j p g r p p d f n e w s r o o m n e w s r e l e s e 1 3 0 5 0 1 p x p d f 2 0 1 9年4月6日閲覧。国内初、通販型の遺言内容信託。 簡単相続信託の販売を開始。オリックス銀行。https://www.orixbank.co.jp スラッシュトピックスラッシュ pdf スラッシュ 151109.pdf スラッシュ2019年4月6日閲覧新組相続信託取扱い開始。オリックス銀行。https www.dixbank.cojp. バリエーション。ファイルズ。ストレージ。オリジナル。アプリケーション。5F83bit.cdb.756F31cc45E66575ENEDPDF2019、e いいね、年4月6日閲覧。個人向け投資信託の販売を開始。オリックス銀行。 h t t p s w w w o r i x c o j p g r p c o m p a n y n e w s r o o m n e w s r e l e s e g r p p d f 18517。リックスグ。pdf2019 年4月6日閲覧。ダイレクト預金。オリックス銀行。 http://www.orixbank.co.jp スラッシュパーソナルスラッシュデポジットスラッシュダイレクトスラッシュ2015年8月5日閲覧金銭信託取扱い商品一覧オリックス銀行2019年4月6日閲覧自治体映像を目的とした遺言代用信託の取扱いを開始 オリックス銀行。https www.dixbank.cojp.variation.files.strange.original.application.706918af82a1bit74f645f7c.0f5807cc2pdf2019 年4月6日閲覧。アクセス。オリックス銀行。 2019年4月6日閲覧、ありがとうございます。